こんにちは。見やすいドイツ時計推しの南雲時計店店長の南雲達也です。先日よりお話しさせていただいておりますギナンジャパンの限定プロジェクトの腕時計のお話をさせてください。それはですね、この僕が普段使っているギナンの40シリーズの逆リューズクロノグラフ、こちらの夜光塗料をオールドラジウムカラーというちょっとなんていうのかな、10年とか20年経ったような少し焼けたカラーの夜光を使うという針と文字盤に使うという、特別モデルをギナンのクルー社長が、作ってもいいよっていう話をさせていただいたんで、もうこれはチャンスですからぜひというふうにお願いしたんですね。でこれを、今僕らはジャパンプロジェクトとは言っているんですけども、このジャパンプロジェクト8本限定なんですよ。その文字盤を作ってくれたり針を作ってくれる会社さんがサンプルとして作るのが8本なんですって。その次は50本だから7本でも作れないし、9本目が欲しいっていう方にはごめんなさい、8本しか作れないんですっていうことになるんです。で現在、お二人かな3人かな、もう買いますって言ってくれる方がいらっしゃいまして、で、あと、6本かな、お願いしたいんですけども、この時計の特徴としては、日本8本限定というのは基本的には世界8本限定なんですね。で僕が強調したいのは、この僕が普段使っているこの時計っていうのが角フォントなんですよ。この角フォントっていうのは最近非常に少ないんですね。けどヘルムート・ジンさんが昔60年代70年代にデザインしていたものに結構あるんですよ、この角フォント。そしてクラシック割り、この組み合わせをもう僕はね、ジンのクロノグラフと思ってるんですよ。ところが本家ジンのサイトとかでももうジンさんの顔は出ていないんですよ。で、最近ではダイバーをメインにしていてクロノグラフあんまり出てこないんですよ。けどギナンではこのクロノグラフをちゃんと作ってくれているんで、もうなんていうのかな、ジンの時計としてこの角フォントにクラシック針でオールドカラーの時計をぜひジン、ヘルムートジンの時計を残すという意味で作りたいんですね。ですのでなんとか8本にさせてもらいたいんです。皆さんのご協力が必要なんです。この角フォントにクラシック針のもうまさにジンというクロノグラフ、ヘルムートジンのクロノグラフを手に入れていただきたいんです。今後こういったモデルっていうのはどんどんやっぱり減ると思うんですね。けどクラシックな時計が好きだと言われる方は絶対いらっしゃるんで、そういった方にぜひつけていただきたいなと思います。で、今現在いろいろ考えてはいるんですけども、文字盤とかやっぱり特注でサンプルで作るっていうのは結構コストがかかるんで、特典っていうのはちょっと難しいんですけども、特典の代わりといっちゃなんですけども、今現在クルー社長にお願いしようとしているのが、ここのケースサイドに8分の1みたいな感じで、掘ってもらえないかなっていうのをちょっとこれから提案しようかと思っているんですよ。あと例えば、クルーさんから何か一筆もらいたいなとかって思っていて、これも全部クルー社長が OK してくれないとダメなんですけども、もう本当にジャパン限定で作るんで、でクルー社長自身が、ジャパン限定で何か作ってもいいよって言ったんで、もうこれを逃すと2回目が作れないかもしれないんで、ぜひ今回実績を作りたいんですね。でそのためにいろいろ提案をして皆さんに最高の時計をお届けしたいし、そのためにクルー社長を口説いて、ここのケースサイドに以前ね、なんていうかアクロバット飛行のパイロットさんで宇都宮さんっていう方がいらっしゃるんですね。その方がなんていうのかな、買っていただいた時計のギナンの時計のここに宇都宮さんのお名前を彫ってくれたことがあったんですよ。だからギナン社で当然彫ることはできるんでしょうけど、丸か×か、要は特別モデルだよっていうのを彫ってくれるかどうかなんですよ。これは僕から強くお願いするんで、ぜひ実現したい、していきたいなと思っています。ぜひこのなんていうのかな、もう
本家という言い方変ですけども、あの仁の方でももう仁さんが出てないぐらいなんで、僕はそのヘルムート仁っていう時計に人生をかけた男の物語を残したいので、ぜひご協力いただきたいなと思います。詳しいことは明日7月7日金曜日の夜8時から10時の間ぐらいに、南雲時計店のサポーターさん限定でメールマガジンで詳しい内容を書いたメルマガをお送りいたします。そちらを見ていただけたら嬉しいなと。で、詳しいことわからなくても、まあ、さっきの2人のようにもう買いますっていう方はフライングでお願いします。ということで今日は、お伝えしたいのはこのヘルムート・ジンのデザインを残したいっていうことなので、ぜひご協力いただきたいなと思います。よろしくお願いします。